はい、皆さんこんにちは。今日の動画では本当に数時間前にデザインが公開されたばかりの AMG GT の新型についてデザインの解説をしていきたいと思います。この車は今回フルモデルチェンジになるんですけど、パッと見ね、正常進化に見えつつ、かなりですね、中身に関しては先代までと元のね、根本から違う車になっていて、非常にまあ利便性も上がって面白い車なので、デザインもしっかり解説していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、ということで今回は AMG GT についてになるんですけど、このチャンネルではですね、デザインに特化してなかなか他のチャンネルではないぐらいね、深掘りしてここが面白いとか工夫されてるねとか、こういう形になってるからかっこいいよとか、そういうところについてですね、詳しく話しているので、ぜひね、興味を持ってくれた方はチャンネル登録していただけると幸いです。ぜひ、よろしくお願いします。あとはですね、デザイナーとしてブランド立ち上げてデザインラッピングをしたりとかですね、エアロのデザインをしたりとか、いろんな活動もしているので、ぜひそちらもですね、応援していただけると幸いです。はい、ということで、宣伝はその辺にしといて、早速ね、本題に入っていきたいと思うんですけど、まずはですね、この AMG GT の概要からね、ちょっと喋っておきたいと思います。実際に試乗してるわけでもないので、すごいね、短くまとめていこうと思うんですけど、この車は今回フルモデルチェンジ、なんか発音おかしくなったらフルモデルチェンジした車で SL とですね、基本的な骨格っていうのを共通で使っている車になります。なので先代まではトランスアクスルっていうですね、ミッションが後ろにある車、エンジンが前にあってミッションとですね、でフっていうのがくっついて後ろにあるっていうね、ちょっと変わった方式だったんですけど、それが今回はフロントにですね、ミッションがついて、その分ね、リアの容積が広くなったよ、そういうレイアウトになってます。なのでですね、こんな風にリアのね、トランクのフロアっていうのがすごい低くなっていて、かなりね、この辺は利便性に効いているかなと思います。それに加えてさらにですね、この写真を見てもわかるように、今回ね、2+2っていうのがあるんですよね。広さ的にはライドナウさんっていうチャンネルでね、私は動画を見たんですけど、かなりね、狭くて大人が乗るというよりも、まあ荷物を乗せたりとか、あとチャイルドシートをつけたりとかね、そういう風に使うようなシートになってるかなと思います。あと倒したらめちゃくちゃ広くなるので、かなりね、今回の AMG T っていうのは利便性を重視してね、やっぱり911とかも 2+2 あるので、その辺とうまく戦えるように今回ね、作ってきているのかなと思います。あとは中身の話で言うと、4WD が標準になっていたりとか、急速のミッションがね、新たに採用されていたりとか、いろんなことがあるんですけど、その辺はですね、実際にね、走って乗ってる方のレビューっていうのを見た方がですね、ちゃんと内容っていうのはわかると思うので、このチャンネルではですね、この辺にしておいて、デザインをしたいと思います。まずですね、こうやってフロントクォーターから見ると、非常にね、メルセデスらしい曲線的で綺麗なデザインに見えると思うんですけど、基本的にはロングノーズなフォルムで、ね、すごいね、正常進化してるっていう感じですよね。ただ、今回全長が伸びていて、リアシートがね、追加されているということで、ちょっとこのキャビン周りっていうのが伸びやかになってます。なので、横から見た方がね、わかりやすいんですけど、A ピラというのも合わせて少し寝たような形になって、若干ですね、今までのめちゃくちゃノーズが長い印象っていうのは減っているかなと思います。まあそれでも、ね、十分ノーズが長くて、昔ながらのね、理想的な FR レイアウトっていう感じで、非常にね、個性的でかっこいいですよね。このノーズ周りなんかは、ここにグリルがこういう形で入っていて、そこに対して一回り大きい形でですね、黒く塗装されているゾーンっていうのがあるんですけど、この辺の曲線のまとめ方だったりとか、面のね、このサイドインテークの曲線とかっ
ていうのはすごいね、綺麗にまとめられていて、かなりですね、メルセデスもこの曲面的なデザインっていうのを最近うまくまとめてきているなっていうね、そういう印象に見えるかなと思います。10年ぐらい前はですね、かなり苦戦しているというか、やっぱりメルセデスならではのね、あのカクカクな造形っていうのが現代的には合わないので、そこからどういうふうに綺麗にまとめようかなっていうのは迷ってる時期が結構あったと思うんですけど、最近のメルセデスの車は非常にですね、ボディのこの面のまとめ方っていうのが上手くなってきていて、すごいね、綺麗に見えますよね。特に個人的にはね、ここのサイドインテークの曲線が非常に綺麗にね、目をまとめていて、なかなかね、エロいというか上質なね、クーペのスポーツカーという感じで、あんまりね、骨になりすぎていないところが非常にね。好感が高いポイントになっています。あとはそれに合わせてヘッドライトなんかも曲線的にね、まとめられているんですけど、ここには新しいアイコンとして3つね、デイライトが分かれて入ってます。ちょっと近くで見た方が分かりやすいので、画像を変えますけど、こんな感じですね。こういうふうにただの棒じゃなくて、角が丸まった、ちょっと楕円に近いような形のですね。デイライトが3つ入っていて、外側に行くほど長くなっていくようなデザインですね。今までネームレスです。結構デイライトに関してもね、いろんな形を使ってきていて、テールランプなんかも輪っかが2個あるものとか、いろいろね、迷っていたと思うんですけど、この AMG GT っていうのは、この3本線のデザインっていうのを新たに採用してます。これも難しいですよね。例えば全体的なデザインというのが、まずね、グリルが水平に、こうビシッと、六角形とか逆の台形で入っていて、そこにですね、ヘッドライトがこういう風に入ってる車って結構今多いと思うんですけど、こういうデザインであれば、上のこの水平のラインに沿ってラインを入れるとか、あとまあ、レクサスみたいに下のラインに沿ってですね、L をこう入れるとか、そういう形にするとね、非常にまとめやすいと思うんですけど、メルセデスの車っていうのは多くの車、グリルと、このライトっていうのが別の造形になっていて、しかも曲線的でかなり面に沿って複雑なね、R を書いているので、そこに対してどういうラインでね、デイライトを入れるかっていうのはかなり悩ましいんじゃないかなと思います。で、今回はね、そこに対してピチッと、こう、まっすぐね、無機質な感じでラインを入れるんではなくて、丸みを帯びたラインをですね、3つに分けて、入れるっていうのはすごいね、面白いデザインですよね。個人的にはですね、メルセデスの曲線的な今のデザインでね、非常にマッチしたデイライトになっているなと思います。はい、ということで、またね、全体の写真に戻ってみていきたいと思うんですけど、今映ってるのはライドナウさんの動画で公開されている映像の一部ですね。こうやってですね、実写の写真で見るとめちゃくちゃね、フォルムがかっこよくて、やっぱね、よくあることで、後方写真っていうのがちょっと写りが悪かったりするので、今回ね、今この写真で出してるんですけど、いろんな角度でね、撮られてるので、ぜひね、概要欄からライドナウさんの動画っていうのも見てもらえれば、セットでね、楽しめるか。こうやって見ると、ここにハイライトがギーって入っていて、全体のシーンとして、ここにボディをうまくまとめるように、ラインが入ってるのがわかりますよね。このシーンが一番ピークというか、ピークっていうとわかりづらいですけど、一番出っ張ったポイントになっていて、そこに対して造形がこううまくフロントタイヤとリアタイヤに向かってね、踏ん張ってる。典型的な綺麗なフォルムになってます。まあこの辺に関してはね、変なことをせずに、本当に基本に忠実にうまくまとめてるっていう感じで、サイドステップなんかも Z なんかもね、同じような手法で FR なのでね、やられてますけど、フロントタイヤとリアタイヤに向かってグッと踏ん張っていて、それを曲線的につなぐような感じですね。
ここをあえて黒いパーツにすることによって、うまくね、ボデス、イが絞り込まれているデザインっていうのが強調されているかなと思います。あとは、サイドのここのフェンダーの後ろのダクトなんかも、今回デザインがだいぶ変わったんですけど、ここからスーッとラインが伸びていて、うまくね、このボディっていうのを絞ってますよね。この辺もですね、どうしても今の車っていうのは、少しね、ボディが分厚くなってしまうので、それをですね、隠すためにうまく工夫されているところかなと思います。まあ、この AMG GT に関してはめちゃくちゃ薄いので全然のっぺりはしてないんですけどね。はい。ということで、続いてですね、この車の肝となっているね、サイドビューを見ていきたいと思うんですけど、ちょっとね、見やすいようにこの画像は反転してます。現行と比べ、だいぶデザインね、今回変わったんですけど、現行のモデルというのはめちゃくちゃロングノーズになっていて、しかもこのフロントガラスが湾曲していることによって、かなりね、A ピラーの開始点が後ろにありますよね。このピラーのラインっていうのを伸ばすと、フロントタイヤのはるか後ろに来るっていうですね。まあ、なかなかないね、ロングノーズぶりっていうのを発揮してるんですけど、これはですね、やっぱりこの AMG GT のね、現行モデルというのが二人乗りなのがね、かなり影響していて、二人乗りな分、キャビンを後ろにできるし、あとこのね、後ろのラインっていうのをストンと落ちるので、A ピラっていうのもそれに合わせてかなり立ってくるんですよね。なんですけど、今回はですね、最初の方にも言ったように2プラス2のモデルっていうのがあるので、リアのこのクーペラインっていうのがより後ろに伸びやかに流れていて、さらにキャビンの幅も取らなきゃいけないので、それに合わせてですね、A ピラーっていうのも現行よりもね、少し寝かせた感じになってます。なのでですね、動画の最初でね、パッと斜め前から見た時には結構ロングノーズに見えたと思うんですけど、現行のものと比べるとかなりね、ここのラインを伸ばした時の位置っていうのは違うんですよね。前はこんぐらいにあったのが、だいぶですね、A ピラーの位置と角度っていうのが前にずれてます。その代わりにすごいね、スマイラかなクーペのフォルムっていうのが綺麗に出ているので、どっちがいいというわけではないんですけど、現行のクラシカルなね、本当にめちゃくちゃノーズが長いレイアウトの個性っていうのは、今回ね、少し失われたと言っても、まあいいかなと思います。現行のモデルっていうのは、このノーズの長さっていうのがね、他にないに、ぐらいね、強烈な個性になっていたので、このノーズの長さがね、好きだった方からすると、少しね、残念に思う方もいるかなと思います。まあ、ここは本当に難しいところですよね。現行のピュアなね、スポーツカーっていうのももちろんいいんですけど、やっぱりこの価格帯ってなるとですね、アストン、マーティンやポルシェとの競合時に、ポルシェの911は4人乗りでトランクもフロントにあり、結構大きいというメリットがあります。そのため、2人しか乗れずトランクも小さいとなると、購入する際にそこがネックになってしまうことがありました。そこに対して、今回便利さを追求しながら性能を残し、フォルムもかっこよくまとめられているのは、個人的にはスバスらしいと思います。フロントサイドを見てきた後、最後にリア周りのデザイン解説になりますが、リアも曲線的でかなりメルセデスらしいフォルムにまとまりながら、テールランプは非常に新しい造形になっています。先ほどのヘッドライトと同様に、最近のメルセデスはテールランプのデザインにも迷いがあるのですが、今回はフロントと合わせて3つの要素が入っていて、近くで見ると立ちて、大敵で丸みを帯びて可愛らしい造形になっています。テールランプにはボコッとデコッとした形があり、それぞれが綺麗にブレーキランプとしても光るようになっています。ブレーキとしても光っているのかな？まだ光っているところの映像を見ていないので、どの機能を満たしているかちょっとわかりませんが、こうやって斜めから見ると、レンズが立体的で一個一個の突起が大きく出ているテールランプは少ないと思います。
うまくフロントのデザインと合わせて内側からどんどん長くなっていくような楕円の形状を入れていて、そこでブランドを統一しているのは非常に面白いですね。 E クラスなどは後ろにメルセデスのロゴが入っていて、個人的にはテールランプの造形と全くつながっていないのでどうなのかなと思ってしまいますが、この AMG GT のテールランプのデザインは非常にシンプルながらもアイコニックで綺麗にまとまっていると思います。はい、他の部分に関してはこのディフューザー周りの造形が少し特徴的で、曲線的な盛り上がりが左右に2個ずつボコッとあるんですけど、このラインもメルセデスらしいですよね。普通のメーカーはこういうところをピチッと水平にまとめてきたり、一段落トスにしても曲線じゃなくてちょっとカクッとした造形でまとめてきたりするんですけど、この AMG GT の場合は全体の曲線的なフォルムに合わせてこのディフューザー周りの形状もねらかな曲線で描かれています。そこに結構無骨にディフューザーというか空力的なパーツがついているんですけど、この辺の穴も空力的で面白いですよね。ちょっと無骨ですけど、やっぱり AMG T はスポーツカーなので、その辺は空力性能を追求してうまくデザインされてるっていう感じですよね。あとはこの写真だと結構視点が低いので、普通人間が見るとこの高さから見下ろすことになると思うんですけど、かなり低い視点から写真を撮ってるので少し腰高に見えますよね。ただ実際に上から見下ろすと全然腰高にはならないです。車自体が前高が低いのでそんなに腰高に増えることはないかなと思います。この辺も写真の問題というか、写真にしルー視点というのはかなり影響があるので、実写を見たことが実際の印象とは違うかもしれません。写真というのはかっこいいんですけど、実際の目線とか遠近感と写真っていうのは全然違ってくるので、そこによって印象が変わってくるっていうところはあるかなと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回は新しく発表されたメルセデスの AMG GT についてデザインの解説をしました。内装についても解説しようとは思ったんですけど、基本的に内装は SL そのものでほとんどデザイン的に変更はないので、今回は解説を省こうと思います。基本的にエアコンの吹き出し口なんかはメルセデスらしい感じで、結構前から共通のデザインになっていて、シンプルに質素に水平基調でまとめられています。より豪華に見せようとした視覚的に激しめのデザインですね。もちろんもっとシンプルにまとめられていて、質感で非常に上質に見せている内装とかもありますけど、まあ、ドイツのメーカーで言うとアウディとか、どちらかというとそういう方向で BMW を結構最近内装をシンプルにまとめてきているので、それとは別の方向でかなり派手めに進化しているベンツっていうのも、これはこれで面白いかなと個人的には思います。